アロハー YouTube、 Gクラス YouTuber のりょじちゃんです。はい、今日はですね、Gクラスを、持たれている方、まあ持たれていない方、いると思うんですけれども、まあ車持たれている方にちょっとまあ共通して、言える今日はことをちょっとお話ししていこうと思います。皆さんタイヤの空気圧っていうのは、定期的に見られていますか？はい、空気圧っていうのはですね、まあ、自然と減ってきちゃうものなので、ぜひですね、まあ、月に1回は、点検してあげるといいと思うんですけれども、いざですね、空気圧見ようとした時に、一体何キロに合わせればいいのかというふうに疑問に思う方もいらっしゃると思うので、今日は、Gクラスの空気圧の、見方ですね、どこを見れば、乗ってるのかっていうのをちょっとお話ししていこうと思います。はい、基本的にはですね、ガソリンの蓋を開けたところにですね、ラベルがあるんですけれども、そちらに、乗っておりますので、ちょっと実際車を、見ながらですね、こんな感じっていうのをちょっとお話ししていきますので、ちょっと車の方に移動していきたいと思います。はい、さっき言ったですね、ガソリンの蓋のところに、ラベルがあるんで、実際ちょっと見ていきます。ガソリンの蓋をここ開けるとですね、これですね、ここになります。で、見方としては、これ上上段と下段、2種類あるんですけど、この人が乗ってる人が3人いますね。で、人が3人の時までは、ビーッと見ていくと、この BAR っていう方ですね、これフロントが 2.2 って書いてあります。なので、2.2 キロに合わせてあげれば OK です。で、こう見ていくと後輪ですね、後輪も同じ 2.2 キロですね。なので、そんなに普段人を乗せないよっていう、3人までだよってことだったら、2.2 キロ、前輪後輪とも 2.2 キロに合わせてあげれば OK です。で、この下の段見てもらうと人が5人いますね。で、荷物もいっぱいありますね。なので、これは結構人を乗せてたりとかですね、荷物多く積んでる時の、見方なんですけど、前輪は同じ 2.2 キロになります。で、後輪の方がこれ 3.0 キロ、3キロですね。なので、多く荷物を積んだり人を乗せたりするときは後輪を3キロに合わせるっていう、そんな見方になってます。はい、なので、これ、自分の車のですね、一回急行開けてみてもらって確認してもらうといいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。ぜひですね、月に1回本当、空気圧見てあげると、空気が減るとですね、ちょっと燃費が悪くなったりとか、ゲレンデ乗られる方で燃費を意識する人って少ないかもしれないんですけれども、燃費向上したりとか、パンクしちゃってるとですね、やっぱり、車ダメージ受けちゃうんで、その発見を早くするっていうのも含めてですね、タイヤの空気定期的に、チェックしてあげるといいと思います。はい、では今日は、こんな感じで終わります。それではマハロー。